サナダムシは、テニアカやレッチュウ科の変形動物の総称。生態はすべて人体の消化管中で生息する、寄生虫である。名前の由来は、サナダヒモに似ていることによる。日本の古代には、スンジロと呼ばれた。長いと10メートル以上になるものも存在する。共通する特徴は、消化管や口を完全に描くこと。体は扁平で、上皮細胞がなく、 体表は口倉に覆われている。栄養分は体表から吸収する。また、宿主に固着するための吸盤などを外部に備える。私有動体で体内は私有の生殖器官のみが発達している。大きくは単節上虫アズナと多節上虫アズナに分けられる。一般にサナダムシとしてイメージするのは後者である。単節上虫アズナのものは不死に分かれない。 扁平な体で先端に吸盤などを持つ。多節上中和なのものは頭部とそれに続く片節からなる。頭部の先端はやや膨らみ、ここに吸盤や針など宿主に固着するための構造が発達する。それに続く片節は、それぞれに生殖器が含まれており、頭節から分裂によって形成され、成熟すると切り離される。これは一見では大切に見えるが、 実際には、それぞれの片節が個体であると見るのが正しく、分裂した個体がつながったまま成長し、成熟するにつれて離れていくのである。そのため、これを、ストロビラとも言う。長く切り離されずに10メートルにも達するものもあれば、常に数節のみからなる数ミリメートル程度の種もある。切り離された片節は、消化管に寄生するものであれば、糞ともに排出され、体外で、 卵が孵化するものが多い。人を最終宿主とするものには、夕張常上虫、効上虫、降節列島上虫などがある。成虫の多くは、脊椎動物の消化管に寄生する。多くは、中間宿主を持ち、複数の宿主を乗り換えながら成長する。妖精が、中間宿主体内で出荷などによって、無性生殖する種もある。サナダムシは、特に人に寄生するものは、 あまりにも大きいため、健康に大きな影響があると言われることが多かった。しかし、寄生者が収縮主となるべき人の健康に負担をかける行為は、自らの命を危険にさらすことであり、進化の過程で、そのようなことが起こらない性質を、ある程度は身につけているとも考えられる。危険なのは、人を収縮主としない種が、体内に入った場合である。腸内で成熟できない場合、 陽性のままで体内を移動して、本来寄生すべきでない部位に定着し、様々な弊害を出す場合がある。陽性が体内に寄生して、内臓を圧迫、破壊したり、さらに無性生殖をする種では最悪の場合、死の危険がある。未だ成虫が知られていない、滅食古虫というのもある。大部分は新生虫アズナに含まれる。それらの面の分類は、種として、 頭部の構造による。激しい頭痛の原因は脳に寄生した、サナダムシ。アフップブニュース、https w w w a f p b b c o m スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ30658032020年7月19日閲覧。ありがとうございます。